はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはるです。はい、今日はですね、こちらの GU でですね、エシックの服を買ってきました。いや、ありがとう。ね、5000円全身コーデ。5000円全身。そう、5000円。GU ってね、安いから。で、かっこいいものも結構あるんで、5000円で全身の服が揃っちゃうんですね。日頃さ、エシン君ってさ、だいたいこういうさ、何このシャツとか、パーカーとか、そんなんしか着てないからさ。確かに、うん、まずはこれだね、カラーイージーパンツってやつだね。あ、これは普通、まあ普通のこれズボン、うんうん、これ1290円。うん、少しかっこいいよね。そうだね、うん、安いでしょ、ベーシック。うん、はい、次こちら、中に着るものだね。ちょっとトレーナーチックのものだけど、裏起毛スウェットプルオーバーってやつ。これがね、990円。安い、すげえ、ね、ちょっと紺色でしょ。うん、で、まあこういう風に着るんだね。ああ、うん、これ下に着るやつしょ。そう下に着るやつ。じゃあで、この上に着るもの、これがめっちゃかっこいいよ、これ。ああ、すげえ。フェイクレザーブルゾンってやつだね。2490円。安いのよ。こんなかっこいいの普通5000円くらいするし。ねえ、安いの。ああ、すげえ。要はこれを中にで、これを上から羽織るって。なんで、これを下。そうすげえ。ちょっとエイシン君の丈よりかは大きいかもしれないんだけど、なんでかっていうと、エイシン君の場合ちょっとお腹が出てるから。なんで、ちょっと大きめの方が、このワイラインシルエットっていうのがあるんだって。ワイラインシルエットで、大きめのものを羽織ってた方が、そのお腹周りが隠せるんだってさ。そうだ。そう。なんでちょっと、着てみようかこれ。うん、はい、じゃあエイシン君の着替え終わりました。じゃあ登場してください、エイシン君どうぞ。おお、いいね、いいじゃん、うん、かっこいいね。すごい。普段着ないもんね、絶対こういうのね、うん、で、ちょっと今髪型も変えてみたよ、うん、いい感じ。いい感じだね、うん、よかった。あとはね、ここにちょっとペンダントかなんかつけるとアクセサリーね、うんうん、つけるといいかもしれない。確かに、うん、すごいいいね、これかっちょいいね。足もちゃんとストレッチ。ああ、そっか動きやすい、うん、動きやすい、うん、そうだね。これこんなことできちゃう、ね、なんかヒーロー系で使えそうだよね、この衣装、うん、衣装として使えそうだよね、うん、こうやって跳ねるときとか、うん、裏見えても全然大丈夫。すごい、今のかっこいいんじゃない、こうやって。あ、いいね、いいね。で、ちょっと中が黒いから、黒いっていうか中が暗めだから、うん、お腹が出っ張ってるのも分かりにくいんじゃない。あ、確かに。あ、これも暗めだから全然分かんないね。そうだね。イエーイ。ということで、この全身コーデの合計が4770円ということなので、5000以下で収められました。すごい、自由安くてね、割といいからよ、面白かった。いい感じだね、これ。ちなみにですね、パパも買ってきたんだけど。あ、パパよ。パパね、パジャマ買ってきた。かーん。パジャマ買ってきた。じゃあパパもちょっと着替えるかな。うん。ということで、パパお願いします。イエーイ。まあ、パジャマですから、うん、パジャマってか部屋着か、うん、パジャマいいね。部屋着、うん、これはね、マシュマロフィールラウンジセット長袖ってやつ。お、2190円。うん、いや、いいよこれ、暖かい。あ、そうなんだ、うん、ちょうどなんかあ、本当だ、うん、これも暖かいよね。あ、本当に、うん、いいね。これなんかもこりそう。いや、なんかこれできるかもしれない。これ普通にでもこうやって見るとさ、そんなに部屋着な感じしないけど。確かにね、こっちはもうかっこつけてね、完全にかっこいいよね、うん、いい感じでした、うん、はい、ということで今回はですね、 GU でエイシン君の5000円コーデチャレンジしてみました。はい、キッズの品揃えが少なかったので、うん、ちょっと他のメーカー、ユニクロとか、あ、ギャップとか、うん、もうやってみたいなって思ってます。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、エイシン君かっこいいと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。どうなの、すごい気に入った。気に入った、うん、気に入ってくれた、うん、よかった、本当に、うん、すごい、外にも着ていきそう。着そう、わかった、うん、よかった、じゃあ、うん、じゃあまたやるわ。はい、うん。